経府学とは、詩、あざ、称号などの系統、家系や地形、講義にはそれらの変遷に付随する諸事項を研究する学問。経府学は、詩学の補助学としては、歴史的な観点から対象とする詩などの系統を研究する学問を言う。また、一般詩学から離れて、ある家系や地形の研究を通して、社会の変遷をたどり研究する学問のことを言う。 経府学は、経図学、不調学、静止学、士族学と称されている学問と講義には同一のものにあたる。ただ、静止学や士族学は、上大社会を研究の重点とするものを指すことが多い。通俗的には経図を調査研究する学問を指す。その具体的な活動は、先祖の住んでいた地域の寺院や役所、その親戚を訪ね、 園籍者名の収集、確認、主事の証拠に基づくそれらの関係の確定、さらに経図の作成を含む。エッサイのキビウルテンベルク校、ルートビヒの経図経府学にあたる営みは、洋の東西を問わず、古くからある。キリスト教においては、聖書の福音書冒頭にも書かれているように、キリストの先祖を扱うイエスの経府学が、伝統的にあり、中世以降は、 エッサイの木という装飾的な系図が多数作られた。儒教においては、孔子の俗譜が伝統的にあり、先祖だけでなく、末裔も含む孔子聖火着流系図が作られた。ヨーロッパにおいては、王公貴族の系風学も伝統的に盛んである。その理由の一つとしては、国家を統治する資格は血統によって継承されるという考えに関わる問題と考えられたためである。 また、キリスト教により重婚が否定され、教会により厳しく管理されたためでもある。例えばヨーロッパでは、正式に結婚していない男女の間に生まれた子供は、諸子とされ、相続権以外にも様々な権利が認められなかったが、他の地域では、重婚によって生まれた子供や養子によって迎えられた、個人にも権利が認められた。ヨーロッパの系譜学は、文章学と隣接する。 王公貴族が自分を神聖死させるために神や文明創始者の子孫を称する例は古代から洋の東西を問わず数多い。古代ギリシアの王族やローマ貴族は様々な神の末裔を名乗った。例えばアレクサンドロス大王のアルゲアス王家はヘラクレスの子孫と言われ、カエサルのユリウス氏族はウェヌスの子孫と名乗った。中国では東王朝の李氏が 老子の末裔を自称した。そのような神聖子のための敬婦学は近代化に伴って廃れたが、現代に形だけ残っているものもある。例えば、アマテラス・オーミカの子孫を称する日本の皇室や、エリザベス二世女王もウェセックス王の子孫であり、ゲルマン神話の最高神王伝の子孫ということになる。ただし、日本においては、それ数拝が顕著であり、 人を神として祀る傾向にあるため、アマテラス大神が即、キリシャ神話のような神と同じ神とは言えない。また、日本の、憲兵、藤千葉のように、地方の古族の流れを組む有力者が、自らを中央の後期の家柄に結びつけようとしたことや、イスラム教のカリフのように時代が下ると無関係な、ものが自称することが起こった。これらの家系の多くは創作と考えられており、 より正確な家系図を作るため、ヨーロッパではこれら古い系譜学より実証的な系譜学が19世紀になって発展した。系譜学は移民が圧倒的に多いアメリカ合衆国ではやや事情が異なる。1970年代後期、特にアレックス・ヘリーが自身の家系を物語化したルーツに触発されて爆発的ブームになった。またモルモン教では、 死者に対する洗礼を行っており、アメリカではこれも系譜学への関心のきっかけとなっている。ユダヤ系や東アジアの祖先崇拝のように宗教との関係が重視されることもある。欧米ではファミリーヒストリーソサイティなどの名で活動が盛んであり、アマチュアやボランティアが中心となって活動している。日本で類似のものとしては、大田寮が設立した警府学会。 にははじめにの日本家系図学会、丸山孝一の家系研究協議会などがある。近年のインターネットの発展で情報源も爆発的に増えるとともに国際的な交流も容易に行えるようになり、ますます盛んになった。経府学は他のいろいろな分野とつながりがある。経府学は民族学でも重要な方法である。個人の家系を明らかにすることは、 社会組織の面からも重要であり、また法律的な要請もある。系府学は広範囲の歴史とも深いつながりがあり、逆に系府学的研究から歴史がより明らかになる場合もある。個人レベルでは、知らなかった親戚とのつながりができたり、秘密にされていたことが暴露されたりすることもある。例えば、英国ウィンザー家は、ドイツ貴族ハノーファー家に連なり、 女子の恩意継承を認めたことで、ビクトリア一世を輩出し、後にドイツが敵国になったため、名前を解消した歴史を持つ。これは、ウィンザー家の家系を遡ることで、政治、社会、法制、移住を物語っている。系譜の調査は、破壊史や公文書などを調べれば、誰でも可能となる。しかし、個人情報のうち公開されている部分であっても、 あくまで私生活を暴くことに変わりなく、プライベートに根ざした問題であり、注意が必要である。フィクションでは、背景を面白くするため、登場人物に複雑な家系を与えることが多く、こうしたものを趣味として研究する人も多い。DNA は、祖先から子孫へ、比較的変化せずに受け継がれ、家系を忠実に表す指標である。 親子など近い血縁関係の有無を調べるのにはすでに DNA 鑑定が広く使われているが、さらに古く遡る家系調査にも使われるようになってきた。特に2種類の DNA、Y 染色体とミトコンドリア DNA が重視される。前者は男性だけが持ち、父親から息子へ受け継がれ、不景の調査に有効である。後者はべての人間が持っており、 母親からのみ受け継がれ、母系の調査に有効である。いずれも他の染色体との組み換えがなく、ごくわずかな突然変異が起こるだけで子孫に伝えられる。DNA 関係により、二人の人がある時間経過の範囲内で血縁関係にあるかないかを高い角度で知ることができる。個々の鑑定結果をまとめて比較的最近の共通祖先の子孫かどうかをわかるようにした。 データベースが多数作られている。この方法で最近アメリカ社会に話題と波紋を巻き起こした例に、第三代大統領トマス・ジェファーソンの子孫の問題がある。ジェファーソン家の女ドレサリー・ヘミングスの子供の一部の父親がジェファーソンではないかと彼の生前から取り沙汰されており、彼の弟、ランドルフやその他の親族も怪しいと言われてきた。 彼らの男系子孫とされる男性たちを対象として、Y 染色体を用いた研究が20世紀末に複数行われた。確定的な結論は出ていないが、サリーの長男トマスは、ジェファーソンと直接関係なく、バッシ、エストンはジェファーソン、または、ランドルフの子あるいは孫の可能性があると言われている。もっと長い時間経過では、人類の移住パターンと民族の起源を、 研究するために遺伝学的な方法が用いられている。このようなプロジェクトは、究極のプライバシーとも言える遺伝情報を対象とするものだから、参加は自由意志によって行われている。似た研究として、遺伝データを直接用いるのでなく、数学的モデルを用いて、原世人類の共通祖先の生存年代を見積もるものがある。研究者間のデータの共有はインターネットを利用して、 盛んになっている。ほとんどの経営学ソフトウェアは、ゲデコムフォーマットによって、個人とその関係についての情報を出力できるようになっており、データベースのほか E メールやインターネットフォーラムで共有でき、GED に HTML、FPGEDEVE、FPMIVAMARI などのオンラインツールで、ウェブサイト用に変換することができる。 経府学用アプリケーションも多数開発され情報の共有に役立っている。経府学という言葉はニーチェや風光の思想においては象徴的に用いられる。ABCDEFO 多量経図と経府岩波書店、1934年、平凡社世界大百科事典、第2版、S、SI、歳の木からことばんありがとうございます。